グロービス学び放題。和菓子メーカー社長の山田さん、食文化のさらなる変化によって業績が今後下降するだろうと考えています。またそうなる前に商品やサービスをヒットさせるなど新たな試みをしたいと考えています。しかし部下たちは現状の業務で忙しく、なかなか動いてくれません。今は業績が悪くない。しかし今のうちに将来の最悪のシナリオを見据えて対策を打っておきたい。しかしメンバーは現状の業務で忙しい。今やるべきことがたくさんあると言ってなかなか真剣に捉えてくれない。どうしたらいいだろうか。